はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。マリオサンシャイン、なんかね一旦セーブして起動したら残機が減ってたんだけど、マジで引き継がないの。ピーチ姫からお手紙です。あーで5機アップ。ちょっと待って、っていうことはワンナップいくらしても意味ないよみたいな、そんな感じなのか。いやまあまあね、あの中断さえせずに続ければもちろん意味はありますが、はあワンナップが失われるのかとなると、もうちょっと軽い気持ちでちょっとねワンナップはあんま意識しないでもいいような気がしてきたが、こんにちは。なんだっけこれ、プルリンプルリン、いたずらコメットのことなら僕にお任せ。じゃあ今日はどうしようか。何教えて、何なのいたずらコメット。いたずらコメットはギャラクシーを違う姿に変えてしまう厄介者さ。レッドコメットはいられる時間が決まってる。デスコメットは体力が1になっちゃうし、あーっていうことはなんかその水星コメットが来るとなんかそれによって時間制限がついたり体力が1に減ったりと、そういう感じか。でシャドウコメットは分身と勝負で、クイックコメットは敵の動きが速くなる。あとは行ってみてのお楽しみ。はあ、はあははあ、となると今は何のコメットが来てるのかよくわかんないが、ちょっとテラスのなんか今まで行ったステージ行ってみるね。こんにちは。はいはい、マップですな。お、これレッドコメット襲来中、これ時間制限ついてんのか。あーっていう感じでマップで今見れて、うわすげえことになってるでこのギャラクシーに飛ぶと。おーということは通常マップじゃなくてなんかレッドコメットステージが出てきますよみたいな、そんな感じなのか。レッドコメット飛来中、ピーンピーン。おおこれ、あでもタイムアタックってなってますね。卵の星のディノパックくん、これ行ってみるか。ははははで今までスター取ったところでもどんどんスター出せますよと、そんな感じみたいね。卵の星のディノパックくん、ルートをいまいち覚えていないが、すごいもうなんか赤くてやばい。4分、こっちこっち、なんかクリボーがいる方が正解、こっちじゃない反対。パフーして、でパフーしてこっち側ヒーってして、クリボーいますね。あはーで回収して、あ、ちょっと待って。この先に仲間が、急いで早く。あ、はいはいはい。で、変わってくれて、クルリンができますよと。はーん。要はハードモードなんですけど。で、これもまた集めろ。どこにあったっけ？覚えてない。そこにある。そこにあるが、ワンワンに踏まれる。もう一個。ちょっと待って、こっち吹きたい。痛い。こんなんやってる場合じゃない。やってる場合じゃないが、一旦避けて。で配置 OK で落ち着いて、そこにある、痛い、ちょっと待って、これ回復していくか、回復する余裕が果たして、でここにもあるので回収と。反対側に出てくるならば、ちょっと待ってよ、コイン拾ってから行くか。ほいで、こっち側向かって、くるりん。さあまだだっけパックン、があるぞ。え、これでいいの、え、何ここ知らんぞ。ちょっと待って、ここのマップ知らない。ちょっと待って、看板掲示板、看板、伸び伸び層に捕まったらくるくる Y でもくるくる、伸び伸び層がパックンがおそらく伸び伸び層のはず。はい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 、あーなんか知ってる気がする結局みたいな。でくるくるしてこっち渡ってくる。でこれは気にせずにもう抜けていって、でこのポヨンに気をつけながらパックンをなんとかしましょうみたいな、確かそんな感じでしたね。こっち来て避けて、で再度通っていくぞと。はいはいはい、ここは OK でパックンってくるので、はじいで、ペコン、よし。で、また伸び伸びが出てくるので、くるくるで上がりましょうか。はいはいはい。ほい。で、ここだっけ、待ってよ。こいつはもういい。もうよくて、上に上がんのか。
ほいほいってして、でペカンで、こっちぶち破って、大丈夫か時間、この飛んでる途中も時間が過ぎていくと、なので秒殺せよと、そんな感じよね。ベコンの来た本気モードのディノパックン、ててててて、卵だよ、割っちゃうよ、よし。でムービー中は時間が進まないので、もう落ち着いて戦えます。落ち着いてらんないけど、待って待って、結構早い、余韻ズボン3回、まだでも1分以上あるから30秒ずつ使える。そう考えるとなんか余裕が出てきたような気がする。もう一発、いやまだまだ全然タイム減ってないぞ、いいぞいいぞいいぞ。でここ OK、 ぶち抜くと、これは倒すまで、それともスター取るまで、なんかスター取るまでな気する。ドーンって消える、でスターが出てきましたよと。あ、取るまでだね。しっかり取りましょうか。いや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 、まあ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 ね、ところどころ時間止まったりはしましたが、まあなんとか3分でクリアと。うん、かなり順調なんじゃない。ただいま、ペペペペ、これでスターが14個目と、ベストスコア更新。スターピースを持ち帰った。これはそんなに取らなかったね。まあちょっとワンアップとか気にしないで、もう時間制限をね、とにかく意識してみたいな、そんな感じだったんで。でこれ何？ニューってなってる。あ、ちょっと待って。こっちも、なんか来てんぞ。バスルーム向かいましょうか、次は。行くぜ！さて、続いてはバスルームにやってまいりましたが、これピューンって飛ぶ。で、あ、来てるね、スターダスト。レッドコメット。飛来中。飛んでるぜ。ここの時間制限どうなんだろうね、難しいかな。さあさあさあ、レッドコメット飛来中。いやー、なんかせかしますね。スターダストギャラクシー、星降る小道を進め、あの青い星をこうね渡っていく感じ、あれがちょっとね、なんかうまくいかなかったら時間取られるぞみたいな、そんな感じですが、やっていきましょうか。星降る小道を進め。わー、相変わらずまがまがしいね。ドゥーン。これどうしたらいいっけ？こうか。キュイーンってして、で、くるりんするとこっちに降りてくる。で、こっちか。ピューン、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 ピューン。こっちまで飛んじゃうぞ。で、ピーンってして、で、こっち降りると。はい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 。で、このかけらを拾って。あー、あったね、こんなん。ちょっと待って。よくわかんない動きが。2個。そこビリビリを追い抜くはずなので、この辺。3個。あと2つがこっちかな。4個。で、ここと。はいはい。ってすると、真ん中ら辺に出てくるので、ちょっと待って、ぐるぐる回り出した。ぐるぐる回り出した。ぐるぐる回り出した。ちょ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 。よーし。で、ドゥーンって飛ぶ。これも時間制限4分か。ね。間に合うかな。まあ、間に合うようには設計されてんだろうけど、ちょっと待って。引っかかった。引っかかったが、この辺はもうなんか意識しなくていいんじゃない？で、そう、ここに飛ぶんだよね、確か。で、あれ？ってして、ん？じゃない？あれ？で、はい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 。で、こっちも渡る。くるりん。で、くるりんってして、で、この星を渡っていくと。確かここ回んないとダメなんだよね。そう、ショートカットは許さんぞと。で、こっち渡って、そっち。あー、ちょっと待って。これはロス。マジでそういう弾かれ方すんのか。くっ、むずいむずいむずい。おお、で
クロリンするとこっち渡ってくるので、この虫たちはいろいろ触れるけど無視して、で確かキノピオを解放するといいんだっけ。他の仲間を助けて、こっちこっち、あれ、あ、これで OK と。で、宇宙船が降りてきて、で体調ひどいです、これどうするんだっけ。あー、はい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 、で話すと、ペッペペッペン、パンバカパン、マリオさん、キノピオ探検隊がお手伝いに来ましたよ。パワースターへの近道を発見しましたので、この上のスターリングを使ってください。あー、これやばいやつやん。これ結構やばいやつよ。確か足場できるまでちょっと怖いやつやん。いける？これ時間制限。ほい。で、こっち信じて渡る。で、こっち信じて渡る。で、やばい、1分。で、こっちか。回収。で、奥も進んで、回収。待って、余裕がない。あそこの時間制限ミスったのが、時間制限ちゃうわ、あのジャンプミスったのが響いてるかな。わからん。いやでもなんとしても間に合いたい、間に合いたいが、こっちよね、こっちでいいんだっけ。危な。でこっち回収して真ん中に出てくるので、あとは25秒で取れば OK。 うん、落ち着いて、まだ25秒あるから。落ち着いて、かっこ一番落ち着いてない感じ。で手前へ向かってスターゲットと。あー、ギリギリやったな今回は。そう、一発の、ね、ディノパックンは結構ところどころ時間が止まる瞬間があったので、落ち着く瞬間があったが、こっちはもうほんと走りっぱなしやったね。スターダストギャラクシータイムアタック星る小道を進めよう、手に入れた。なあ、結構星手に入れたね。新しいギャラクシーを発見しました。ででーん。おお、なんか青いやつも来てんぞ。あれなんだ。ふぃーん。敵陣発見です。しかも今度はとてつもないエネルギーが観測されております。一体何をしているねら。あー、クッパのあれか、本体が見えてきたよと。なので、今すぐ行っても構わんのだぞと言ったところなんですけど、ちょっとまだコメットが来てるから、そっちも行きたいよね。さあさあ、またなんかテラスの星に確かコメットが来てるはずなので、ふぃーんってして、あ、来てるね。これ、シャドウコメット飛来中。なんか、影のマリオとどうのこうのみたいな、なんかそんなことは言ってたと思うけど、要は結局タイムアタックなんかな。シャドウコメット飛来中。ピーヨン、ピーヨン、ハニービーキングダム。ミツバチ王国編。追い越せ、シャドウ。蜂になって頑張って、蜂、影よりも先に女王蜂のあのスター集めろみたいな、そんな感じよね。あ、そこ？え？トゥル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 。うわぁ。出た。かかってこいよと、なんか見覚えのある感じがする。それクッパジュニアじゃね。でこっちでいいの。ピーして、で、あー、そうやって上がると、ちょっと待って、もしくは反転。いや、これさっき越されたか。あ、でもなんか追いついたらスターピース出てくるが、この中よし。で入って、つるんつるんつるん、オッケー、つるりんオッケー。で、ああ降りてしまった。反転、これで抜けないといけない。はあ。足を滑らせましたよと。うん、再挑戦、再挑戦。うん、蜂のギミックは全くなかった。蜂のギミックは全くなかったが、まあ、彼に負けないように、とにかく急げと。
よし。で、ワッフーして、で、ワッフーする。で、蜂がなくても、ここから上がれるので、あ、しまった。待って。あー、やばい。ちょっと待って、置いてかれる。なんか待っててくれた。あ、なんかそのまま上がれたぞ。して、これで詰める。ごまかしてけ。ちょちょちょ、踏んで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 。それは、え、どこ行った？やばいぞ、これは。今のでかなり差をつけられた。こっちの方が、なんか早いのかな？わかんないや。してあー見えてたのに You lose クッルーザー再挑戦しましょうか。うん、なんかこのステージがなんか今回ちょっと本命みたいな、なんかそんな感じになってるが、あ、ミスった。待って、これをしたかったんだけど反転しちゃった。ほぼ同時じゃないとダメなのかな。ごまかした、ごまかした。よし、ごまかした。ゲゲゲゲゲ。なんか声がヨッシーみたい。かわいい。で、スイーってして、スイープする。こっち向かって、上がる。で、反転して、ちょっと待って。よし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 。で、幅跳び、幅跳び。あぶね。もうここ逃げろ逃げろ逃げろ、逃げるだけで OK、 逃げるだけで OK。 え、危な。そう、足取られるけどジャンプで行くとちょっと早く登れますよと。かなり怪しかった。ただなんとか、うん、残機は失った、残機は失ったけど、どうせ残機引き継がないから関係ないよ。関係なかねえんだよな。で、スターピース持ち帰って、で、ぼちぼちと。これまだコメット来てる。チラッ。話す。はいはい、マップですな。あ、コメットなくなった。おや。っていうことは、なんか、すごいキラキラした地下。あ、いる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 、こんにちは。プルリン、プルリン、いたずらコメットのことなら僕にお任せ。じゃあ今日はどうしようか。動かす。動かすってするとコメット来んのかな。プルリン、プルリン。あっち行けしたい人いないかな。いたずらコメ、あー、なるほど。あー、なるほど。なのでコメットを動かすで呼ぶことができるわけじゃなくて、なんか邪魔なコメットは追い払うことができますよと、そんな感じみたいですね。はぁはぁはぁ。よし、じゃあね、ちょっとなんか新しいボスステージが出てきましたが、なんか食いしん坊も気になるんだよな。いろいろと気になるんだよな。なので、ちょっと待ってよ。あれ？いやー。あれ？これどうしたらいいんだっけ？バスルームに行くならこれに乗って？あれ、あれ今まで勝手に乗ってたけど。ん？なんか急に乗った。よくはわかんない。よくわかんないが、食いしん坊がいる。こんにちは。キラリン、キラリン。ねえ、そこの人、スターピース持ってない？スターピース食べたいな。一杯、一杯食べたいな。キラリン、キラリン、スターピース欲しい。400個は結構多いぞ。結構多いけど。おー、すげえ。はい。来た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 。お腹いっぱい。じゃあ、張り切って行ってみよう。変身。おー、変身した。爆発した。新しいギャラクシー、コクーンアステロイド。なんだそれ。こっから行けるみたいけど、コクーンアステロイド行ってみましょうか。ヤフー。今回はちょっと残機少ないけど大丈夫かな。コクーンアステロイドギャラクシー、引っ張り眉で飛んで行け。あ、これもしやクモの巣を使ってなんかしろと、そんな感じ。おー、これでピョンピョンしていくとなんかブロッキングされそうなんやけど、空中で多分撃ち落とされたらゲームオーバーですよと、そんな感じみたいね。
Welcome to the Galaxy ピョインってついて、これ引っ張る。で、そこのタイミング多分避けないといけないんだよ。で、ワッフーってして、で、ブーンってして、ほい。まあ、そこはちょっとタイミング見て抜けていくよと。そんな感じみたいだが、こっちも引っ張るして、で、ブロッキングされないように、今です。で、ワンナップがあるので、いいタイミングで取りたいが、ここのワンナップなんか優しい。そんなことなかった。ちょっとでもずれるとこんな感じでもうブラックホールに飲まれますので気をつけてくださいねと。ああ、うん。で、おそらく障害物にぶつかると同じ要領で多分落ちてっちゃうので気をつけましょうと。ピョインピョイン。ここでこう向きかな、この辺、この辺、オッケー、よし、オッケー。で、こう向きなんだよな、この辺、こんなもんで、ゴー、よし、オッケー。で、上って書いてあるけど、うわー、これは間抜けろってことよな。ははは、とりあえずワンナップはいただけた、ワンナップはいただけたが、はいはいはい、あっちに眉があるので、ちょっと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 、これ、こういう角度ダメじゃね？今です。ダメでした。あ、でもなんか星があったから、あそこにヒューンってすればワンチャンあったんか、もしかして。ね、今ちょっと伸ばしてキャンセルするっていうのができないっぽかったので。あ、いけんのか。あー、やったらなんかもうちょっと調整やりようがありましたよって感じはしますが。拾っとく。まあ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 。一旦中断して別のゲームやったら、ね、なかったことになっちゃうが、こう抜ける。で、こう向き、こう向きで、そこのブロックを気にしながら今です。して、で、にゅいーってして、あ、あー、今みたいになりますよと。しっかりね、なんかもうマリオのね、やられ方をなんか一通りやってきたみたいな感じがありますが、にん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 ってして、ゴーする、オッケー。で、にん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 ってして、ゴーってする、はいーや、今それてたか。ふっ、これは意外と厳しいかもしれない。思ったよりむずいかもしれない。これ待って、とりあえずスターピースは拾っとく。あ、え、あ、いけたんや。今なんかもう そもそも足踏み外して終わりかなみたいな、なんかそんな感じで一瞬ヒヤッとしましたが、なんか生きてた。で、ちょっとニューニューってして、こんなもんかな。で、今です。 OK。 で、こっちこの角かな、こんなもん。なんかいいタイミングないですか。ないね。ここで、ここよな。ブロッキングも注意して角度もいい感じにして、で、ここ回収して、トゥルルルルルンはする、トゥルルルルルンはするが、ちょっと待ってよ。ちょっと下、真下、こんなもん。今ですか。 OK。 で、これで飛んでいけと。これもなんかコンペトみたいなやつにぶつかるとあーってなってしまうので、これとどまることできたんかな、空中で。あ、こっからや。これ実は弾いてもいける。危ない。だいぶごまかした。間に合う。 OK。ダメージは受けたが、なんとか生きてる。こっち行かないとダメなのか。ただここでとどまれるならばこれでいいんですよね。で、あー、こっちに引っ張られることでピタってなりますよと。ピタってなって、で、はい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 、で、もも、して、ここで、
またワンナップある。ワンナップ結構くれるね、このステージ。で、こっち行って、ここ。危なかった、今。だいぶ怪しかった。で、このぐるぐるが、まっすぐになる。調整。ちょっと待てよ。この辺、ほんとこっち、すごい操作しづらい。なんか画面端限界ある。あそうはならんやろ。もうあのまま宇宙漂うところやったで。これどっから、こっから、はあ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 。ならばまあまあ、ワンナップもすぐあるしね。ほいで、ウィッヒーして、こっちもウィッヒーする。で、ここ直線。OK。問題はあれなんだよね。手前に引っ張るときちょっと取りづらいよ、みたいな、そんな感じなんで。ちょっと待ってよ。これなんかリセット。あ、はいはいはい。これでリセットできるので、一旦まっすぐにする。まっすぐにして、ちょっと待ってよ。この辺。で、引っ張って、今ですか。おーしょ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 。あとはそこに飛び込むだけだが、ちょっと距離があるので。ほっ。オッケー。これ取った後絶対ブラックホール飲み込まれるやん。ただ取った後のことは知らんぞと。そんな感じですね。で、取ってきたよと。ああ。コクーンアステロイドギャラクシー、引っ張り眉で飛んでいけのスターを手に入れた。ギャラクシーコンプリート。やったぜ。コインは1枚しか取ってないんや。へえ。で、そう、スターピースはすごく取ったもんね。はい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 。で、セーブしますかと。うん。じゃあね、次回なんかまたボス戦ができるみたいなんで、ちょっとそちらやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。